第2次、このえ内閣は、公爵貴族院議員、第34代内閣総理大臣のこのみ文ろが、第38代内閣総理大臣に任命され、1940年7月22日から1941年7月18日まで、続いた日本の内閣である、1940年7月22日任命、在職日数362日、 1940年7月22日任命。任命なし。任命なし。内閣発足当初。第二次、この絵内閣は、新体制運動、非得意三国同盟に、消極的であった、与内内閣の後を受けて、新体制運動の主導者であった元首相、貴族院議員のこの絵文丸が組閣した内閣である。組閣直後の昭和十五年七月十六日。 応答は新秩序建設王国税とし、国防国家の完成を目指すことなどを決めた基本国策要項を閣議決定する。同年9月27日には日独一三国軍事同盟を締結し、同年10月12日に新体制運動の指導的組織となる体制翼三会を結成。翌昭和16年4月13日には日ソ中立条約を締結した。 同年7月16日に松岡外相を外すことを目的とした内閣改造を断行するために一旦内閣総辞職した。ありがとうございます。